こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、アバターもらってください。12日までです。こんばんは。なのでいろいろ決まりましたね。うん、よかった。そうそうそう、からそう舞台の先行受付チケットが始まりまして、 STU のファンクラブの方からの先行受付で私のなんかもらえるらしいです、ポストカード。どんな感じになるかわかんないけど特典があるみたいです。え、うん、どんな感じかわかんないけどポストカードとか書いてあったよ。こんな感じです。なんだっけ、ライブの方は、うん、ありがとう。ライブの方、ライブの方は出演しません。9日のからですねになります。そう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 。参加なしです、私は。そこだけ注意ですね。なんかそうあるんですけど、8日もライブが。舞台と合体しとるやつが。ここだけですね。楽しみ。もう何もしないですよね。12月9日から。あとは、ツアーと、ツアーと、サンリオのピューロランドのライブが、配信が、
STU チャンネルで、どっちも STU チャンネルですね。独占生配信ということでよろしくお願いします。見に来れなかった方とか配信でも見てくれたらなと思います。よろしくです。発見始まる。あ、そうなの。横浜ツアーも昼も夜もおすすめです。あとそうですね、あれ、花は誰のものの駅エクストラエディションのジャケ写も新しく決まりましたね。そう、かっこいい、かっこよかった。ジャケ写すごいな。かっこよかった。そう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 。あれはね、神々しいですよ。竹ちゃんまで撮る。神々しいです。神々しい後びかりです。あ、どうぞ。今日も寒いですね。でも部屋をめっちゃ暖房を入れちゃって、私は今暑い。なんか寒くて寒くて寒くて、もう暖かくしようと思って、そしたらいつの間にかすごい暑くなった。設定温度難しいですね。なんか北海道はもう氷点下で凍っとるらしいね。窓とかもうめっちゃ寒いらしい。でも東京ももうダウン着てる人もいて、そんぐらいもうね、今日ね、昨日今日寒くて、もう12月中旬と同じらしい、今日って。12月中旬で、だからね、88年ぶりらしいよ。88年ぶりらしい。そうそうそう。そう、テレビ出てました。ニュース見てた。
そうですそうです。だけもうカイロとか持っとる人もおったし、なんか今日アウター買いましたみたいなって思った。コート買いましたとか。私まだコート買ってないんですけど、ちょっと急がないかんかな。でも何日か経ったらまた気温上がるよ。28度とか29度になるから暑いですよ。また半袖にならなきゃ。まだコート見つけてないんですよね、これぞってやつが。なんかコートって分かんない、なんかオンラインで買って。そう、下がって上がってなんで。今年のトレンドはね、あれです、グラデーションカラーです。今年は結構グラデーションのでどんどん色が変わっていくような色が流行ってますね。それを1着ぐらい買いたいなと思っとるけど、でもコートはな、これは普通の普通にの情報です。そう、コートはね、着てみらんと分かんないんですよね。私しかもなんかね、着たらね着られてる感が出たりとかするから難しいんですよね。グラデーションさんもそう、身長とか多分なんか骨格とかも関係ありそう。でもそう、その場で買いたいですね。でもなかなかそうやってウィンドウショッピングっていうのするのあんまりそういうことしないけど、最近はオンラインばっかで買って。そうなんですよ、最近オンラインで買ってね、また冬物買ったんですけど、今サイトがいろんなところ2つとかあって、公式のサイトとあとなんか何服がいっぱい売ってある場所、サブスクみたいなやつサブスクの、そう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 、なんかいっぱいある、いっぱいなんかいろんなブランドが入っとるやつ。そう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 、ファッションサイトかで2つか3つぐらい選べるんですけど、その公式の方でカートに入れてたんですけど、それが売り切れちゃって、なんかそうポイントが、そうポイント貯まる方今新作は 10倍ポイントとかでポイントがね上がるんですよ。だから7700円だったら700ポイント貯まるみたいなやつで、あ結構お得だって思ったんですよ。そう、普段普通は70ポイントだけど700ポイントみたいな、ねめっちゃ大きいやん。でもそれ売り切れちゃって、カート見たらね、なんかねこれは他の方がキャンセルしない限りダメですみたいなもっとなんか丁寧な言い方なんですけど、もう私が見る限りそういう感じだから、そうまあ再販のメール
希望しとこうと思って希望してたんですけど、でその後もうなんか売り切れるのが怖くなっちゃって、そのまたファッションサイトで買っちゃったんですよ。ポイントがたまらない方。よし、これで安心だって思ったら、さっき再販のメール来て、再販しました。え、待って、こんなに早いのと思ってこんなに再販早いのって思って、え、こんなに早いこと絶対え、ないでしょみたいなそうですよ、だからキャンセルできないんですよ。もうちょっとそこでちょっと私はちょっとショックを受けてる。絶対ないと思うとったん再販ピヤン、本当だ、千十再販ショック、ちょっと落ち込み。まあでもいいさと思って、まあいいさ。しかもファッションサイトの方がさ送料もつくからさ、結局さマイナスだねまあいいさもうそう、切り替えは早いけど、切り替えは早いけど、どんどんその切り替えが早すぎて、もう表にも裏にも切り替えできるからすぐそう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 、そうですよ、どっちでも切り替え早いんで私まあいっか、確かに自分がね買ったやつが 何日か後には割引とか、まあよくあることですよね。まあいいのさ、いやまさか、でも勉強になりましたね。まさかこんなに早いもんだとは思わなかったですもん。そう、買ったものをね後で見たらねダメなんですよ。私見ないようにしとる。自分で買ったやつは金額見ないようにしてますもん、後から。えってなるのがもう嫌だから、今回だけかな。でも結局何事もさ、結局何事もね、なんかね後からね、あ、よかったねってなることもあるんですよね。まあそういうこともある。なんかその時はなんか落ち込みってなっても、後からなんか、あ、まあよかったんだねってなる時ある。しかもね、そう、届くのも公式ショップの方が早かったんですよねもう全てなんかちょっとしたメリットも、ちょっとそう届め、そうなんです。だから全部も違う方になったんですけどいや公式強いんだねやっぱりあ公式
気強いよ。アバターはすごいですよね。12日までですので、ぜひぜひもらってください。星を1個でも投げたらもらえますので、ふむふむね、面白いですか。いや本当にちょっとでも面白いと思ってくれたらもう報われます。ありがとうございます。もらうしかないよね、ほんとさ。なんか昨日より増えたアバター。そんなことないか。気持ちの問題かもしれん。やっとこれは増えてる気がするとか、気がする系。気がするのっていいよね。ももちゃん、アバター欲しがっとるん。そうなん。じゃあ後で教えてきます。星投げに来なきゃ。アバターサイズないわ。アバターにサイズないわ。うん、そういえば私ね、アバターね、もうゲットできてたんですよ。持っとった自分で。あ、教えとった、ありがとうございます。私そう自分で持っとった。あ、これもらうのやん、もらえるんやと思って。そうよ、アフロからだるまからみかん猫に変わりました。自分の配信そう今日全然メイクしてないわ。お風呂からだるまから、そうそうそう、これはみかん猫ちゃん。なんかね、生誕 T シャツもね、だんだんと浮かび上がってきました、デザインが。ちょっとアイデアがね降りてきた。そう。降りてきましたよ。可愛い系になると思うけど。コンビニ来て、コンビニ行けないかもですね。え、行けないやつでもいいですか。困りますか。え、多分去年は行けるじゃないですか。今年は行けない系にしようかなと思って。いや、どうしようかな。いや、わかんないですよ、また気持ちが変わるかもしれないんで。
うわー迷うね。色もね迷ってるんですよ。じゃあちょっと自分が想像してる中で最大限普段使いできそうな感じにします。迷いますね。まあでもねデザイン的にはねめっちゃいい。それが神様。そうちょっとある文字を入れようかなって思ってます。ある文字を、そうそうそう、多分それを入れることによって多分ああ多分普段使いできないんだろうなっていう感じで、でもそれをファンの方に来てほしいなと思うんで。お楽しみに。いつ頃発表になるんやろな。まだ書いてないけど。アバター欲しい、どうぞ。星投げたらもらえますよ。ウェブ会議で切られるのお願い。多分この感じだったらねえ消えると思うよ。このここまでやった。ここまで。したらいいですね。下に何が。下に何が。そう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 。肩よりやったら大丈夫で。だけど上着着たらね見えないと思う。結構こうカーディガンとか。いやでもいいねやっぱり。私生誕祭とか誕生日が12月やったら12月にあるとしたらさ。上着とかで隠せれるけん。アバターかわいいってありがとう。でも私この前あの東京に来た時になんかね SKE さんのねあれなんだろう T シャツかなしてる方がいらっしゃって駅にそうそう駅にいらっしゃってからそうそうそうわーと思って来てるんだって思った。そうそう、イベントの帰りかなと思ったら名古屋に向かって
行ってたの、名古屋に名古屋の方に向かって行ったので、あ、今からかって思った。そう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 、なんかね、そう、あ、こんな感じなんだなと思って、あんな方こんな感じなんだなって思った、楽しんでって思って、そう、心の中でね、思いよった。いや本当で、まさかね、STU のメンバーがいるとは思わんよね、後ろに見られてるとは思わない。わかるのかは分からんけど、グループがとか違ったら、ねえ、そう、寒い時期やけん上着は必要アバターもらってね、もらってね、ね、確かに生誕 T シャツって個性出る。色が迷うな、色迷うな、黒か、赤か でも可愛い、イラストは可愛い系なんで、か肌色とかあんのかな完全にしたくて、そのそれはやめてそれはやめてって、あ、そう、でもなんかそうやってその生誕祭の時とかでステージからパッて見た時に、よしよし来てるなってなるのが目標で目標っていうかよしよしみたいな、やっぱうーん赤、うーん、自分のペンライトが赤と黄色だから、赤と黄色持ってるっていうのもなんか一瞬で
パッと見で分かる風にもしたいなと思って。ピンクいいかな。ピンクでイラストを、イラストの色を白にして、黒、なあ、黒やったらさ、その自分考えとるイラスト的に可愛い感じなんですよね。肌色とかあるんかな。でも肌色やったらちょっと自分が自分もちょっと色、何の色があったっけな。にしようかな。あーでもな、ネイビーもある。肌色に一番近いのはライトイエローだ。何色やろこれ。18色。でもね、ライトイエローちょっとね、イメージが変わるんですよね。ネイビー、ブラック。らへんにする可能性あり。
ビーにしたら多分めっちゃ着やすいと思いますよ。そうだな、そうしよう。自分の考えとるイラストが白がいいので、白色で描きたいので、なんか誰か喜んでる人いますか？喜んでるってか待っときなさい何になっても待っときなさい。違う、変わってるかもしれんけど、あーはまらい変わってる可能性もあり、なんかアイス食べたくなってきたな。そうだよね、結構メンバーの生誕 T シャツ見るの好きなんですよね。だから本当に可愛系ですよ。だから可愛系、そこは安心して。安心して、それは。そうそう、ハートはない。肌色やったらもっと可愛いなって感じやけど、ネイビーにしたらどんな感じになるんやろ。なんかちょっとおとなしい感じになるかな。でも赤と黄色のペンネットが目立ちそう。もうそこまで考えてます。でもまたちょっとイラスト描いて、まだ描いたことないからイラストイメージだけだから、また変わるかもしれんけど。
お楽しみに。ね、なんだかんだ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 ですな。いや全然仕事に来ていても怒られんと思う。やばい、足が滑れた。いてててててて。そうなんですよ。普通に床に座ってます。床に座ったり正座したりしとる。そうだよ。クッション的なもの、あるわ。あるっちゃあるわ。あるよね、グッズにクッションみたいな。そう、あるっちゃある。でも使ってない。明日ドキドキだ。ドキドキド。一年生。ドキドキド。タイムテーブルね、何時なんやろ何時なのか。でも私ゆっくりと眠れるので、明日ゆっくりと眠れるくらいですよ。でもさっきお昼寝した。昼寝して昼寝っていうか夕方にか
夕方にして急に電話が鳴って、え、うつやん、この後も何かあったっけとか、え、もしかしてもう次の日になったのかとか一瞬で思ったけど、ただのあの荷物の受け取りやった荷物の受け取りどうされますか、みたいな良かったって、そうですそうです、だから伝えましたけど、ピューロランド、あ、待ってます、 STU、 お、初ですか、いやー、そうそうそう、確かにタイムテーブル分かんないですね、でも本当に、ゆっくりですよ、ゆっくりって感じ、お菓子食べたりとか、私は、あ、そうなんですよ、私今日本当に楽しみが、今日のなんか一日のね楽しみがなんか特になくて、しかもずっと一人でこの部屋にいたので そうメンバーもなんかなんだろう、なんか ピザポテト食べたりとかピザポテト食べたりとかしてうわ、食べちゃったよ、いや完全に完全にもうそう休日の家みたいな感じにしちゃいました、今日、うわー、でもそれがないとなんかずっとなんかそうです、そう外寒いし雨やし、そうだよ、東京いるけど、うん、家みたいに過ごしましたね、
美味しかった美味しかった。でもそう、今日はちゃんとあれもあったんですよ、リハとかもあったんですよ、その後にね。そうそう、そうそう、ピザポテトがいけるんですよね。だからポテチ解禁してしまったので、慌てて夜はサラダを2個食べたりとかなんか納豆食べたりとかして、なんとかしようとしてるんやけど、バランス取るとしてますね。そう、ここでプラマイゼロになったかなって思ってます。そう、梨とか食べて、サラダ2個と納豆と梨食べたらもう結構プラマイゼロかなと思うんですよねちゃんとビタミンが入ってそうな炭酸ジュースにしたし、このあとクエン酸もちゃんと飲もうと思うんで。そんな感じよ。え、同じ発想。みんな何しとんやろう。って思ってます。そろそろ終わろうかな。元気出ました。あ、どうぞ。頑張ります。
これはミラーボール。あった。1バリーさん、2ヒラ兄さん、3カタムツリさん、4イワちゃん、5トゥエールさん、62学期は学級委員さん、7マイセンさん、8ソウルメイトさん、9ロックオンさん、10プッチョクレタさん、11セイヤンさん、12コッペさん、13タンタンさん。スん？これはなんて読むんだ？スティさん、ケンちゃん、ミツルンさん、キャスパー大君、ニノマルさん、タテ様、ストーンブックさん、オウカさん、ビーツさん、リンさん、メガバイトさん、ユウキニャンニャン、エビスさん、ちくわドーナツさん、ジャッキーさん、ケリーさん、ナリさん、ね、カイトーさん、大西くん、プライベートジェットさん、シンジさん、ありがとうございます。うん、ありがとうございました。みんなも元気で元気でお過ごしください。おやすみなさーい。